アルフレード・グリスラフスキは第二次世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロットであり、白洋付き騎士鉄十字勲章を受訓した。エースパイロットとは空中戦で5機以上の敵機を撃墜した軍隊パイロットを呼び表す故障である。グリスラフスキは800回以上の作戦行動で133機を撃墜した。西部戦線で挙げた24機の戦火の うちアメリカ陸軍航空軍の4発爆撃機が18機、含まれ、東部戦線の109機のうちには16機の、イリューシンイルマイナス2が含まれていた。アルフレート・グリスラフスキは1919 19年11月2日に、ルール地方のバンアイ家でコ行夫の、グスタフ・グリスラフスキと妻のヘンリエットの息子として、生まれた。アルフレートは四人兄弟の二番目であり、兄のバルター、妹のヘルタ、 弟のホルストがいた。学校を卒業すると、クリスラフスキは、ポンメルンの農場で働いた。その後海軍に入隊したが、海軍航空隊への優先しての配属は拒否された。クリスラフスキは、シュレースビヒのフリージャーやスタザベテイラン16で訓練を開始し、そこを卒業後に一等飛行兵として、ゼルプストに駐留する、第52戦闘航空団。 第3飛行隊に配属された。10月に5町に昇進し、同月第3飛行隊はルーマニアへの移動を命じられ、第28戦闘航空団第愛飛行隊に解消されて、ルーマニア空軍の要員の訓練を実施する任務を与えられた。1941年8月に JG52 第3飛行隊は東部戦線への転戦を命じられ、ウクライナに拠点を置いた。 グリスラフスキの最初の戦果は9月1日に挙げたソ連軍のポリカルポフアイ -16 であり、その年の終わりまでにグリスラフスキは総計11機の戦果を挙げた。12月の終わりに第3飛行隊はハルキウ地域に移動し、1943年4月に JG52 第9飛行中隊はケルチ攻防戦の支援のためにクリミアへの移動命令を受けた。 グリスラフスキは4月30日に20期目として、ソ連軍の I-15 ビス戦闘爆撃機を撃墜し、特に5月の間に22機を撃墜し、顕著な成果を挙げた。7月には43機撃墜の港で、騎士鉄十字勲章を受章し、7月24日に休暇に出発した。1942年8月に、グリスラフスキ総長は、コーカサスを拠点とする。 JG52 第7飛行中隊に配属され、9月にテレク共同補助空で16機を撃墜した。11月5日には4機の遺留心イルマイナス2を撃墜したが、上記の BF109G マイナス2が撃墜され、不時着を余儀なくされて数カ所の打撲傷を負った。1943年1月18日にグリスラフスキのロッテ編隊は、 ソ連軍の I-16 戦闘機の迎撃を受け、グリスラフスキの蒸気は被弾して発火した。火を吹く蒸気をなだめすかしつつ、ドイツ軍前線内まで舞い戻り、顔面に火傷を負いつつも脱出した。グリスラフスキは有名なカラヤカルテットの4名の中の一人であった。1943年1月26日に、グリスラフスキは勝位に昇進し、2月3日に92機目、 4月27日には100機撃墜を記録した。6月にドイツ軍が付設した地雷の爆風により負傷し、回復するとグリスラフスキは南部予備戦闘飛行隊へ転属した。8月に JGRSD の機関はヘルマングラーフ少佐式の第50戦闘航空団に解消され、この部隊は高高度に飛来するイギリス空軍の デハビランドモスキーと戦闘爆撃機と写真偵察機の迎撃を任務としていた。ビースバーデンエルベンハイムに駐留したグリスラフスキは8月17日に最初の2機となるアメリカ陸軍航空軍所属の4発爆撃機を撃墜し10月の初めには大尉に昇進して JGR-50 の臨時指揮官に任命された。 1> 第1戦闘航空団のフォッケウルフ FW190A1943 年11月にグリスラフスキは D 連基地に駐留するフォッケウルフ FW190 装備の第1戦闘航空団第1飛行中隊の中隊長に任命された。1944年1月24日にバスカ上空で祖父の4発爆撃機を撃墜した時に負傷して 上記の FW190A-7 から脱出した。その後3月13日にグリスラフスキは高校度ン用向けの特殊装備を備えた新型の b f 1 0 9 g 6 a s を装備し、優勢な祖父の護衛戦闘機との戦闘を任務とした JG-1 第8飛行中隊の飛行中隊長に任命された。 グリスラフスキー隊は1944年4月11日に122機撃墜の港で白洋付騎士鉄十字勲章を授与され、その後指揮下の JG-1 第8飛行中隊はフランスでのノルマンディー、上陸作戦へ投入された。一週間もしないうちに部隊はドイツ本国に引き揚げられたが、戦力は海岸保への作戦で消耗していた。 1944年7月にグリスラフスキは JG-1 第3飛行隊の飛行隊長としてフランスに戻った。7月27日にスーパーマリンスピットファイアに撃墜されたが無事に脱出した。7月の終わりに第53戦闘航空団第11飛行中隊の飛行中隊長に移動となり、9月12日に2機のボーイング B-17 を撃墜した。 9月26日にグリスラフスキは133機目で最後の戦果となるロッキード P-38 ライトニング総発戦闘機を撃墜した。グリスラフスキの BF-109G-14 はヒューバーとゼムケ大佐が操縦する P-51 マスタングによる銃撃でエンジンに被弾して発火した。グリスラフスキは脱出したが非常に激しい着地のために 脊椎の2箇所にひびが入り、戦争の残りの期間を軍の病院で過ごした。戦争の終わりにグリスラフスキは、オーストリアアルプスのバートガスタイにいたが、国境線を越えて、故郷の番相手へ帰郷することができた。グリスラフスキは、戦時中に寄った怪我が原因で、ドイツ連邦空軍への入隊を断られ、2003年9月19日に死去した。ありがとうございます。